はいどうも、バンクシーでーす。今日もですね、サバイバリストインビシブルストレイン、前回からの続きですね、やっていきたいと思います。で、前回コミュニティの方がですね、やっと9人になりまして、まあだいぶね、だいぶ賑やかになってきたんですけども、そのせいかですね、この食料、これが備蓄がね、冬までに必要な 36.5 日分を下回ってしまいましたね。前回はこれ以上あったんですけど、人数が増えたせいで、まあ一人頭ね、数が減ってしまいましたね、食料の必要な数が。なので今ね、ミーヤに一生懸命また種を植えさせて農業の方をやってもらっております。で、今日はここのところ、もともとジェイレがいた町をまだ漁ってないので、ここに行って漁りたいのと、あとね、コメントの方をいただきまして、料理なんだけど、ゆでとうもろこしよりもやっぱね、栄養価の高いカレーとかシチューのがいいですよっていうことで言われましたので、ラウラの方に野菜カレー、これを作ってもらおうかなと思います。一時ね、ラウラもずっとカレー作ってもらってたんだけど、タッパーとかバケツ、入れ物がなくなってしまって、そう、ゆでとうもろこしにね変えていたんで、ちょっとね、ここのとこみんなが食べてるせいか、タッパーとバケツに空きが出たので、少し、カレーをまた作ってもらいましょう。カレーのがね、みんな喜ぶんだったらそっちのがいいでしょう。あ、青ゾンビこっから来てるわ。まあこれは任せようね、コミュニティの連中に。あ、サラ終わったね。ちょっとサラの建築だけ、バンクシーにトイレを作ってもらいたいですか。トイレあるけど足りない1個じゃ。ちょっと待って、トイレトイレ、あー本当だ、水晶2つになってる。じゃあ先にトイレ作ってもらおう。じゃあここに2つ並べようか。建築、さらに建築してもらいます、トイレを。トイレ、なるほど、人数が増えるとトイレも必要になるんだな。回転こっち向けて、よいしょ、これでいいや。こういうのであれか、ちょっと印象が悪くなって出てっちゃうこともあるのか。ミーヤはどう今。あ、植えてるね、植えてる植えてる。じゃあこのままやらしておきましょう。あとはラウラは OK、 ブライスも OK、 ケリーも OK、 ケリーだけちょっと話しとこうかな。フランシスコも OK、 よいしょ、どう調子は。ラウラ、ラウラはね、かなりあれだから、具合は好戦的だから、こんな感じか。もう一応全員と話していこうかな、ついでだから。ラウラも話しようかな。調子はどう。こういう話することも多分いいんだよね、グレゴリーは信頼できるやつ。グレゴリーには興味を持ってくれてんね。最近うまいもんばっかだな、カレーあるからね。ミヤも話しとこう。ミーヤがね、結構やばそうなんだよな。ブライスがまた飲んでるのを見たやつは酒をやめた方がいいと思う。そっか、ちょっと待って、まあねって言っとこう。酒飲めないようにしとこう。そっか、これで酒どんどん飲まれちゃうとやばいな。酒飲んでも良いで、飲むの禁止しときます。酒危ない危ない。そうだね、ミーヤと話してよかったわ。あとはフランシスコ、フランシスコ向こうにいるな、ちょっと話しとこう。全員と話しとこうね。いたいた。ここで火打ち石を一生懸命。調子はどうだ?くよくよしても仕方ない。具合は?大丈夫?アナにいいプレゼント。あ、お酒か。最近うまいもんばっかり。やっぱ、カレーいいのかな?誰かは、ブライスをビビらせようとしたんだが、結局奴は自身がバカみたいに見えただけだった。良くなったこともあれば悪くなったこともある。あと、あれか、サラか。サラだけ、ちょっとお話ししようかな。今、トイレ作ってくれてるでしょ?サラ。サラもヘルメットないのか。これも必要だな、どっかで。大丈夫。なんか、ちょっとあっさりした答えだけど。誰かがブライスをビビらせようとしたって、なんなんだろう?ブライス、どっかで、なんか言われたのかな?サラが 5%。5% は大丈夫でしょう。よし、じゃあ、行こうか。今、疲れ大丈夫?ちょっと疲れてるな。
よし、じゃあバンクシー行くぞ。行こう。来てる、来てるよゾンビ。この上にもういる。こっちちょっと戦いづれえな。ここちょっと戦いづれえな。いたいた。1匹2匹3匹4匹か。結構いるな。ちょっとここに誰かいる。こいつも一緒にとりあえず。ブライスかな。うん、ブライスちょっとついてきて戦おう。あ、いやいや、じゃあケリーも行こう、一緒にやっちゃおう。我が拠点にね攻め行ってきたから。よいしょ。あー、ちゃんと当たんなかったか。やべやべ、ちょっと待った。よいしょよいしょ、これで大丈夫かな。バットに変えて、うん、よし、こいつか。オッケー、大丈夫、怪我をしてあげる。あ、青ワクチン必要。ブライスマジか。あと青ワクチンあげよう。噛まれちゃったか。大丈夫かな。一応感染してる確率 0% になってから大丈夫だね。よし、マジか。グレゴリーも噛まれたんだ。いや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 、本当にやばくない。直してあげる。うん、よし、はい。ケリーは大丈夫そうで、感染の確率ブライスは、まあ今ワクチン打ったから大丈夫だよね多分ね。じゃあね、バンクシー、そろそろ疲れ取れたんで行きますか。ちょっと喉が渇いてるんで水だけ飲んでから行こうかな。夜に出るのもちょっとどうかなと思うんだけど、重さ的にはどうなんだろう今。36、まあ大丈夫だね。でトウモロコシ持ってこうか。グレゴリーがね飯ないんでトウモロコシ持ってきます。トウモロコシ5個ばかし持ってグレゴリーに渡しとこう。俺はねバンクシはあの人参持ってるんでそれでいいかな。トウモロコシ5個渡しときます。よし、じゃあこれでいこうかな。印つけてね。でマップ上、あ、こっから来てるな。今度は盗賊来てるわ。盗賊っていうか野党が。じゃあこいつら処理しようか。こいつら処理してからだな。なかなか出かけさせてくんねえな。盗賊はもうあれでやりますよ。持ってるよね、モロトフ。モロトフ4つしかないんだ。でももう1個だけで決めたいな。多分寄ってくるでしょう。行きます。じゃあもうこっから先行っちゃおう。でモロトフに変えておいて、どっから来るか、こっちだね。行こう。ブライスのね装備がちょっと心もとないのが気になるけど、行きましょう。拳銃とかさえ持ってなければ、ちょっとモロトフは1個だけにしとこう。使うのは何人いるかだね。それによって拠点の方で戦うか。あ、もう来ちゃった、もう来ちゃったよ。一人か、一人しかいないんだったらごめん。矢使おう。よいしょ、うん、もう一人いた。よし、逃げたなあいつ。おい、ちょっと待って、グレゴリーどこ行った。よし、あ、バンクシーの弓のスキル上がった。オッケー、トイレ2個になりましたね。じゃあこれ場所、グレゴリー来てねえじゃん。あ、もう一人いる。ちょっと待った、まだいるわ、まだいた。モロトフ
逃げちゃった。どこ逃げた？こっちに一人いるな。あいつやりたいな。あーどこだ？あ、いるいる。あ、向こうになんかあるところに。あ、あそこあれじゃん、グレゴリーの元拠点じゃん。よしよしよし、これ使わないでいけんじゃない？おお、いいね、ナイスナイスナイス、オッケーオッケー。まだ盗むになってんな。ありがとう。調子はどう？あまりに一般人間じゃない。あ、怪我してるんだ。あれ、行っちゃった。逃げろ。また来た来たね。よいしょよいしょ。さて、じゃあこれに変えて、いやいやいや、殺さないで。なんか顔が血だらけなんだが、いや、ここで終わりだ。よし、死んだね。あ、アサルになったね、やっと。よし、これで全部アサれるわ。うん、あとこっちに、どこだっけ、あれ、あ、ここか。あ、でっかいバッグ持ってる。よーし、あ、サングラスも持ってんじゃん。ナイスナイス。あとこいつ、あ、メットも持ってるわ。オッケー、この辺で倒したと思うんだけど。あー、いたいたいた、こいつだ。これをもらってきます。あー、もう持てない。ツルハシ持てないか。そうしたら、いや、靴を壊そう。あ、持てた。行きます。うん、一回戻るぞ、グレゴリー。一回戻って、ちょっと喉も渇いてるんで、水を飲みながら。うん。で、グレゴリーに、サングラスと、メット。メットあげる。ヘルメット、どっちがいいんだろう。軽装ヘルメットと、迷彩ヘルメット。迷彩ヘルメットあげよう。で、バッグも、大きいやつ、一個あげるんで、中ぐらいのをもらうと。で、これを付けさせて、あとこれも付けさせる。なんか、グレゴリー結構不細工だな。グレゴリー結構不細工だぞ。よし、行こう。で、あれ？自分の拠点どこ？あ、ここか。で、荷物を置いて、もうあれだね。明日の朝だったら行こうか。で、サラだね。サラがトイレ2つ目を作ってくれたから、次やらせましょう。で、サラね、ちょっとね、さっき気になったんだけど、ここにね、この邪魔なものがあるんで撤去します。斧を持たして、これを除去だね。撤去じゃない。危ねえ。で、ここに、そうすればここに壁立てられるんで、これやっていきましょう。よし。あとこれもね。よーし、オッケー。そっか、ヘルメット。軽装のなんかヘルメットもう一個あったんで、それ、さらにつけてもらおう。ここに置いたよね、確かね。サングラスは1個しかないんで、よかったね。やっぱ、野党が来ると、結構こういう装備系が充実する工具箱を持って、ここに壁を入れてもらおう。よし。ここにもドアが1つ欲しいので、ちょ、3個やって、あとここドアにしようか。はい、OK。で、コミュニティまた確認。ミーア、そろそろもういいんじゃない？これお水とか全部バッチリじゃない？なんかバッチリそうだね。そうしたら、ひまわりもだんだんできてきたし、ここでまた矢を作ってもらいます。一回農夫キャンセルして、
ここで矢を作る。繰り返し可能な限り。よし。で、それで OK だね。火打ち石を今取ってもらってるし、フランシスコは一回あれだな、交付をちょっとキャンセルして、もうそろそろ一緒にちょっと出かけようか。フランシスコ探索一緒に行こうかね。フランシスコも連れて行きます。フランシスコ一回戻って、どこにいる今、これどこだ、結構遠くまで来たな。フランシスコはね、結構一人にしても安心感はあるけど、やっぱやばいよね。これね、気をつけた方がいいですよって言われたんでね、火打ち石、埋蔵量少ないんで、遠くまで探しに行っちゃうんでっていう風に教えていただいたんで、ちょっとその辺気をつけないとな。フランシスコはね、物いっぱい持てるんで、一緒に探索行くと、かなり重宝します。あ、うちの拠点も結構煙上がるようになってきたね。だいぶ。よし、じゃあね、あの後少し動画ではカットしてしまっているかと思うんですけど、探索の方にね、バンクシー、グレゴリー、フランシスコの3人で出かけてきまして、最初ね、当初今日行く予定だった、ここの部分に探索に行って、物資をね、全部根こそぎ取ってきました。あの木以外ね、重たいんで木は持ってこれなかったんで、木以外は。で、赤ゾンビの街だったんだけど、まあ、ちょっとずつ倒しながらね、全滅させることができて、ここをね、無事漁ることができました。でね、今日は残りもうちょいここの奥道、ちょっと深くね、見えないところ、まだ開けてないところ、マップ、行ってみたいなと思っております。で、今、ここから盗賊来てるんで、こいつらを討伐するのが、先か、まずはね。うん。で、盗賊はね、結構いろんな装備とか持ってるんで、倒せれば本当美味しいんだよね。なのでね、ちょっとこいつらは狩りましょう。何人いるか知んないけど。穴にね、今、コンクリートウォッチタワーつって、コンクリの見張り台を作ってもらってるんですよ。ずっとね、釜でセメント作ってもらってて、セメントがちょっと溜まったんで、試しにね、コンクリの見張り台を作ってもらってます。できるのが楽しみだけど、水が必要だったり、セメントがね、必要だったり、結構時間はかかりそう。じゃあ、早速、バンクシにして、バンクシこんな感じか。でフランシスコとグレゴリー、バンクシ3人でちょっと行きますか。今どの辺にいる？あ、もう結構近くまで来てるね。まあ、どんなやつらかわかんないけど、一応火炎瓶にしときます。よし、どっから来るかな。ここで待ち構える感じでもいいけどね。この上からやろうか。この上からやるっていうのはどうなんだろう。あ、こっちから来た。あ、いいんだよね。こっから来てるね、やっぱり。じゃあ、この上から火炎瓶を投げるっていうのも、あ、見つかったね。見つかったね。何人いる？おー！やろう。よいしょ！いて！やばいやばい。ちょっと待った。火炎瓶はヒットしたけど、ちょっとこれ使おう。矢を撃たれて、思いっきり当たっちゃったわ。よいしょ。おお。よいしょ。えい。あ、これ撃てないか。フランシスコと、ちょっと待って。これは、釘バットにしておいて、旅はもう終わりだ。よいしょ。OK。あさるになったね。じゃあ全員倒したわ。よし。じゃあ、漁っていきましょう。あー、よかったね。火炎瓶ヒットして、使った火炎瓶を回収した形。シャベルと矢と金。あと、SF の本。服はね、いいや。とりあえず、服はよっぽど珍しい服じゃない限りは。あと、こっち、一人いたよね。これか。こいつは何持ってる？あ、火炎瓶こいつ持ってる。ツルハシ？警棒？矢が2つで、でっかいバッグ、これはもらっていきましょう。特に珍しい。たまにね、スキルが上がるようなね、服があるんで、そういうの持ってたら。で、こっちは何人倒した俺。1、2、2人か。あれ ?3 人いたような気がしたけど、埋もれてない？川に。埋もれてはいないか。まあいいや。漁ります。
あ、工具箱持ってるじゃん、いいじゃん。この服いらない、いらない。弓はもらっていこう。こいつに撃たれたのか、俺。で、こいつ。あ、斧持ってる。ありがてえ。で、防弾チョッキ。そうそう、これ。これもらっていこう。隠密スキル1上がるやつ。こういうね、服がたまにあるんですよ。この辺はいらない。よし。で、バンクシーこれ着るか。せっかくだから。で、これで、今ので、隠密スキル。ほとんど自分の実力じゃないけどね。じゃあ行きましょう。これで、あの町の先にも、多分町があると思うので、できればそこを漁りたいかな。で、だいぶ明るくなってきたね。で、これ、探索行って帰れば、多分3人とも、お、グレゴリー、筋力スキル、レベル1になった。よし。これであれじゃない？持てる、あれが少し変わったんじゃない？ 87 か、でもまだ。もうちょい上げないとダメだね。そんなにまだ持てないか。まあ、でもいいやね。筋力スキルってどうやって走ると上がるのか。水飲んでこう。みんな水飲んどけ。もしかしたらまだ残党が残ってる可能性はあるけど、でももうほとんどいないはず。ここは。空っぽ。じゃあこのままね、通りをまっすぐ。あ、残党一匹いるわ。やっとこうか。ここに。あ、もう来ちゃった。よいしょ。はい。多分いっぱいガーって出てくるってことはないと思う。よし。うん。本当に残党だね。一匹だけ。矢を返してもらって、十字のペンダント。行こう。で、弓にしとこう。なんかあれだね。人数も増えてきて、仲間にだんだん気が配れなくなってきてるんで、もしかしたらちょっと抜けていくやつも出てきちゃうかもしんないね。なんかそんな感じはするわ。じゃあこのまま、まだ見ぬ場所に行きたいと思います。特にいないよね、マップ。拠点の方にね、なんか、うざったいのが出てきても嫌なんで。よし、行こう。あ、あっちに、ちょっと待って、いるね。いるねというか、あるね。拠点が。あっちに行く感じになるのかな？野党じゃなければいいけど、金取りいくら持ってた？ 34 か。金そうしたら、まあ、34ぐらいだったら取られてもいいので、ちょっともしあれだったら行ってみようか。あさる。水。じゃあ水いただいてこう。このね、センターラインがアップデートで追加されたんですけど、こういう細かいところがね、ちょっとずつ変わってきてますよね。今のところマップ上はゾンビは見えないね。なんかウサギがいっぱいいるけど、あ、ここか。でも木の拠点だし、もしかしたらそんなに悪い連中じゃないかもしれない。ちょっと行ってみようかな。じゃあセーブしてこう。一応念のため、もしかしたら殺される可能性もあるので。あ、これ何ある？あー、ポテトチップスか。ありがたい、ありがたい。よし、行こうか。ここの拠点はなんて拠点？あ、こっから入れんね。一人来た。大丈夫そうだな。うん。ああ、ギャングか。はい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 。じゃあいいや、ちょっと金出すか。いやいやいや、こいつもあれか。あ、でもマップの端っこか、これ。ああ、なるほど。あ、ここに難民いるね。ちょっとこの難民に会いに行こうか。じゃあこっちから行こう。あんまりね、時間経つとまたお金取られちゃうんで、ちょっと端っこを歩きながら。ここの端っこのギャングは結構いい場所に陣取ってやがんな。赤ゾンビいるわ。
やっとこうか。来た。よいしょ。はい。もう基本、多分。大丈夫？あ、まだいた。よし。まだいる？あー、ちょっと待って。大丈夫？赤のワクチンはあんま持ってないから。大丈夫？大丈夫。ちょっとグレゴリー大丈夫？大丈夫。感染してないよね。大丈夫。よし。じゃあ物資だけいただいていこう。いやー、金か。全部根こそぎ取られた金をまた一から集めなきゃいけない。まだいる。どこ？あー、やばい。大丈夫？大丈夫大丈夫。あー、いいね。よかったよかった。結構ここいるな。よし、あと一匹。これかな。これだ。よっしゃ、オッケー。で、あー、だいぶ近づいてきてくれてるね。行きましょう。いやー、なんだかんだ言って5、6匹いたね。よし、じゃあちょっとお水を飲んで、みんなお水飲め。あ、またいるわ、赤ゾンビ。この辺多いのか？やっちゃいましょう。よいしょ。まだいるね。よいしょ。結構来てんな。結構いるな。よいしょ。よし。ちょっと待って、大丈夫？感染が怖い。赤のワクチンそんな持ってないんでね。いやー、よし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 。オッケー。もうそろそろね、季節もね、冬になっちゃうんですよ。金。これは？これはそんなに大したあれじゃない。あ、サングラス持ってんじゃん。いいね。サングラスしてない、グレゴリーしてないんじゃない？グレゴリーしてるか。大丈夫か。よし、オッケー。いたいたいた。合流しましょう。ん？どこにいる？この木で見えん。いた。一人、二人いるね。はい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 。うん。いや、そういうのはいいんだ。0%。こっちは？邪魔邪魔邪魔。0%。あ、二人とも 0% だね。じゃあ、この人。まず話しかけてみます。シャベルとツルハシか。この人のが装備は良さそうだな。名前聞いてみよう。アバ。アバって聞いたことあるな。こっちの人の名前も聞いてみようかな。ソフィア。ソフィアとアバか。私のことをどう思うか聞いてみます。知りたくもない。そっか。そうしたら、どうしよう。仲間にならないかだけ聞いてみます。あははは。一応、知りたくないとは言っていたけど、アバが仲間になりました。よし。これで10人目ですね。まず、このリュック、あげて、で、ヘルメットは持ってる。あれ？俺、防弾チョッキは取らなかったっけ？今の戦いで。取ってはいないか。じゃ、サングラスもあげようか。すぐ出てかなきゃいいけどな。で、武器的なものは持ってないんで、シャベルでとりあえず戦ってもらうとして、金は俺が管理する。で、このラグも6枚ほど渡しておこう。で、水のペットボトル、いっぱい入ってる方あげとくよ。で、飯がないんだ。じゃあ、人参を5本ほど渡しておこう。で、肝心のスキルだよね。この人のスキル覗いてみます。アバ。
ちょっとね、食事がまた減ってしまったけど、あ、これはいいわ。こいつはいいわ。結構いい方だと思うわ。つい最近中じゃ。よし、じゃあね、一旦今回はね、この辺で終了しようと思います。季節ももう、秋もね、そろそろ終わりかけですね。冬になってしまいます。なので今に、ミーヤにですね、もう最後の植え込みをしてもらっていますね。ちょっとね、アバを入れたことによって、この食料がね、少し足んなくなってきてしまったんで、今ね、収穫プラス種まきしてもらってます。やっとね、コミュニティの方も10人になりまして、今ね、アバの方は建築をさせようかなって思ってるのと、そう。で、グレゴリーは見張り台できたらちょっと見張り、これ確か弓のスキルが3ぐらいあるので、見張りをさせようかなと思っています。で、今マップの方を見ると、なんかいる？これってあれだよな。多分、あ、ソフィア、そうだよね。さっき断られたやつでね、一人だけまだうろうろしてますね。で、緑ゾンビがこっから来てるな。こいつらにやられてくんないかな。今回はね、うん、この辺で終了したいと思います。だいぶね、拠点の方も、こんな感じでぐるーっと大きくなりまして、今ね、ここの部分を取っ払って、ちょっとこの辺に納屋とか、あと小屋もね、もう少し建てたいのと、あとここね、もう少し先に伸ばしたいなと思ってるんですよ。一応ね、そんな感じでやっていきたいと思います、次回も。畑もね、ちょっと少し広くしたいですよね。じゃあね、今回は一旦この辺で終了したいと思います。今回もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。